おお <laughs> おおアムロナミエが流れてきましたね。<laughs> えー、トイレでおしっこしますかシャワー入りながらとかついついやってしまいがちですけどねあんま良くないよっては言われてたんですけどあの僕もついついやっちゃう方でまあなんていうか水の節約になるかなと思ってやってるぐらいですけど。 ほんでちょっと調べてみたんですよ、気にな,ると気になって。お風呂で執行すれば、年間なんと4400リットルの節約になりますっつう話です。<laughs> いや、多分毎回ですね。あのお風呂入るときに執行するんじゃなくて、毎回執行をお風呂場でやれば、お風呂入るタイミングでやれば、年間4400リットルの水の節約になるという。 ことなんですよまああの例年に比べて今年沖縄はあのー、降水量が多いみたいであんまり水不足の心配する必要ないですけれどもこの水不足っていう言葉が聞こえてきた時にはちょっとお風呂場でお風呂入りながらっていうのも悪くないかもわかりませんね。はい <laughs> 皆さんこんにちは。時刻は午後2時30分を回りました。昼からイブニング、イラミナセイキです。いや、その、お風呂場でしっこしたら、その年間4400リットルの水の節約になりますよっていう話なんですけど、じゃあその4400リットルの水の節約って、いくらなんっていう話なんですよ。<laughs> だから、あの、水道代で行っていくらなんっていう話にもなるわけなんですよ。だから、あのー、ね、いやいや、もう単純に、いや、もう値段関係ないっす。 ただ、その沖縄の水不足対策のために、もうおしっこは全部シャワーの時しかやりませんっていうことなら、まだ、何ていうか、正義も感じられますけど、ぶっちゃけその金額いくらなんていう話は、ですね年間でいうとですね、たい1000円未満ぐらいの金額らしいんですよ。だから、考えたら、その4400リットルって、もうなんか膨大な数に聞こえますけど、 まあなんかその水道料金としたらその1000円未満という、まあ、なんとなくこう手が伸びる伸びないぐらいの金額になってくるんだなと思うとです、ね、もうそう考えたら月で何リットル使ってるんだろうなというようなそんな気にもなってきますけれどももね、はいいやいやもう節約も大事ですよという方は引き続きシャワーついでにやっちゃってくださいね女子もやるんすかね。 いややちょょっとやめとめきましょう、はいえー、この番組はゲストと共にお話ししながら小ネタにできるようなさまざまなランキングを紹介していく情報バラエティ番組です。 昼と夕方の間の30分どうぞ何かしながらお楽しみいただければと思いますこの番組ではメッセージもお待ちしていますメールアドレスは 797-FM g ノワンドットコム 797-FM g ノワンドットコムですまた FM ギノワンではツイキャスやユーストリームサイマルラジオでもお楽しみいただけます少しラジオの電波が悪いなと思われる方はお手元にネット環境があれば FM ギノワンのホームページより覗いてみてくださいね さえー、先週土日はお隣沖縄市の方では全島エイサー祭りが開催されましていろいろとなんか例年よりも多くの人が駆けつけて盛り上げていただいたようですけれどもねさあもう9月に入りましてなんか夏の終わりが少しえ見えてきたような気もしますけれどもそんな今日は一曲こちらご紹介しましょう。サザンオーールスターズで祭りの後 いやもうこのオープニングに全てをかけていると言っても過言ではありませんオープニングが全てです <laughs> 全てなのに正面の話ばっかでも大変申し訳ない気持ちでいっぱいでございます今日はですね、えー、ラフィットよりカデカルさんですもうなんか1か月早いなという感じがしますけど、ね、あれカデカルさん先月来ましたっけ先月1人です先月1人で先々月は

ヒルカライブニングは少しでも多くの皆様のライフが楽しく過ごせるお手伝いリノベーションのことなら有限会社徳政工業ラフィット創業45年これからもご要望以上の製品作りを目指す玉木鉄工ヘアカラーとヘッドスパの店那覇市式ナの美容室オンリーワンスタイルマリーゴールド以上各社の提供でお送りします。ここのととならララフフィィッットト空間デザインのこともラフィット 資金計画もやっぱりラフィット住まいが変わると笑顔が増えるあなたの暮らしをトータルでサポートします住んで感じる暮らしてわかる新しい住まいの形詳しくはリノベーションラフィットで検索より迅速より正確より発展をもっとに建築可能な加工やステンレス製品加工はもちろん最新プラズマ切断機の導入により多種多様な形状に鉄板を切断できるようになりました これからも地域に根ざした会社を作っていきますまずはウェブで検索カタカナでたまき有限会社たまき鉄工頭プリンになってるよええー。せっかく染めるならマリーゴールドは自分だけのカラーレンジでヘッドスパもできるよね、店長落ち着いた雰囲気で男性の皆さんにも喜んでもらってます髪で気分を変えようお問い合わせは八五一五三一八。松井くもやってますオリーワンスタイルマリーゴールド 改めましてこんにちはひるかライブニングイラミナセイですそれでは本日のゲストをご紹介いたしましょう、えー、有限会社徳政工業ラフィットより風からさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますなんか一ヶ月早いなと思いながらはい早いですね、えー、もう九月ですがはい夏休みも終わって終わりましてはいなんか嬉しいという <laughs> そうですね嬉しいです <laughs> いや大変ですよねお子さんいらっしゃるお家は、まあ、そうですよねどうしよう今日はどうしよう、うん とか仕事もあるので子供たちがいて一番大変なことって何ですかえっと留守番ができるのかどうなのかとかそこをですねいつも学校があるのでる普段は家出るのも、うん、うん閉めときゃいいけど、うん、子供たちいるとそうなんです閉じ込めるわけにもいきませんからねかずもう今日はばあちゃん家にとか今日は留守番でとかもう日々それが大変でしたなるほど、はい いやあのー、このゲストの紹介の時に、うん、お風呂場でしっこしますかって聞こうか、うん、もうギリッギリまで悩みましたけど、ね、あの,の聞かなくてよかったですとはい思ってましたいやいやもうもう女性ですからあありがとうございますはい、<laughs> よかった後で後で教えてくださいはいわかりました、はい、まあよろしくお願いしたいと思います、はいはい、<laughs> さあカデカラさんいろいろと、えー、マーラフィットさんのあ情報等々が はいあのー、僕も SNS なんかで拝見しておりますけれども、はい、最近、だいぶお忙しくされているようでうい、はい、引き続きありがたいんですけど、はい、8月はね、あの多場小学校の金管バンド部の,、はい、その資金造成の、はいえー、お片付け講座が2回ありましたけれども、8月2回ですね、はいえー、いかがでしたか、その反響というのは。 全部で7月8月で4回開催して、はい、あの前回ともにあの全部の回みんな好評で結構喜んでいただけて私もやりがいがあったなっていう感じなんですけどなるほど、えー、講師、はい、カデカル・レイコも奮闘したわけでございますね。<laughs> 毎回ドキドキしてるんですけど、どうですか、回を重ねることに何ていうかこの実際、うんえー、教団に立たれてるカテカルさんのこうやり方っていうのは、はい、もうずいぶん、まあ、もう慣れてきてい,<や>いろいろやっぱり何回を重ねてももうその都度すごく緊張して <laughs> もう本当に笑われるぐらい顔も真っ赤でとかなるんですけど <laughs> 最初ははい <laughs> はいただあの話してるうちに皆さんの顔が どん,どんこの反応がすごい分かりやすくてうん、うん、とっても楽しいなっていう講座のちょっとそこら辺を覚えてきましたそうなってくるとまた次回の片付け講座、うん、まあこれからのお片付け講座の内容っていうのも結構また充実したものになって。 そうですね、なんかこの回を重ねるごとにえっとあこういうこと言うときっとこういうことを求めているんだっていうのが分かってくるので、はい、重ねるごとに改善をしているので。はい。い,やいいいやですね。うん あの僕も行きたい行きたい言いながらなかなか足運べてないので。うん、ぜひぜひあのー、時間が来ればはい <laughs> もう本当に <laughs> い,い,きます <laughs> いらっしゃってください。<laughs> はいありがとうございます。はい、さあそんな風からさんですけれどもえー、っとまあちょっとこちらの話題触れてみましょうかね。はい、あのモノレールが今日の朝刊載ってましたけど、はい、モノレールが裏西の連結が済みまして。はいはい えと来年の夏にもその延長開業しようかみたいな記事があったんですけどモノレールってご利用されますか普段なかなかしないです、私読谷に住んでいるのであもう絶対使わないです、ね、全然使わなくて <laughs> 職場もうるましなのでなかなか使わないんですけど。でも 皆さん、便利っておっしゃってますよね。そうなんですよ。うん、あの、実はうちの実家が浦添市でして。はい、よく、その浦添の道は、もう小さい頃から見てるんですけど。うん、あの、日に日にというか、実家帰るたんびに。うん、あの、雰囲気がやっぱり変わってきてまして。 で思い返せばその国道58号線だったりとか国際通りもそうですけどモノレールができた後ってなんか一気に都会感が増したなっていうような印象がかります当時あったんですけどなんかいよいよそういう意味では浦添、西原まあその後どどこ通るのかまたこれから検討入ると思いますけど沖縄も都会になってくるんだなと思本当ですね、いいなうるま市まで行きますかね。 本当はもう名古ぐらいまでじゃんっと行った方がいいですよね。きっときっと渋滞はなくなるんでしょうね。利用者数もず年々増えてきてるみたいですから、そういった意味ではいいんでしょうけど、なかなかね、僕もあまり利用する機会がないので、ちょっとあれで今お住まいどちらなんですか。もうハイバルなんです。あ、そうなんですね。あの、まあまあ当然ですけど、那覇から中部に今向かってますんで、そうですね。本当だ。そっか。南部にも伸ばしていただけると。うん。 ね、いけるような気がしますけれども,もそんな話題でした。そんなこんなで、片倉さん今日はいろいろとこうお伝えするネタが多いということですけど、はい、まずは、えー、こちらからいきましょうか、来、はいえー、ましたね、リノベーションの完成見学会がまた今月あるということでございますけれども。 まずはリノベーションですね。はい、もう番組聞いていただいている皆さんはリノベーションはというのは分かっていると思いますけれども、はいえー、ちなみにそのラフィットさんのリノベーションというのはどういうところなんでしょうか。改めて教えてください。どういうところ。はい。えっと、そうですね。今あのまあ。 古古い中もともとあるものに付加価値をつけて生まれ変わらせる生き返らせるっていうようなより使いやすく付加価値をっていうような感じなんですけれども,もうやっぱとっても楽しいですこの現場が変わっていく様子が。 徳澤さんがいらっしゃった時にもよくお話しされるんですけど、うんはい、この沖縄は古い建築物が多くて、うんはいろいろそういったリ,あのリノベーションするにあたって問題も多いんだけれども、うん、やっぱりその古い住宅を新しくすることで、うん、こうやっぱり生まれる笑顔も多いですみたいな話を要されるんですが、うんはい、リノベーションということも,もう随分もう皆さんの耳に。 えー、馴染んできましたよね。はい、そうだと思います。うん。まあそんなリノベーションの完成見学会が、はいえー、今月の、えー、15、16、17日に3日間はい間、はい、開催されます。うわ、これ場所どちらで？場所はですね北部名護市牧屋の方になるんですが。はい、名護でもやってんですね。はい、うちの事務所からでも一時間ちょっとぐらいかかっちゃうんですけれども。さすがにこのギノワンで名護って言われると遠い。 いいいい感じがしますけど、ね、しまますすよね、えー、高速降りて20分ぐらはははなるほど、名護、最近行ったことないですけど、まあでもそういったところにも現場ありますよということですよね。はい、今回のこのリノベーションの住宅っていうのは、どういったところ、まあ、住宅って今言っちゃいましたけど、は、うん、はい、はい、住宅、まあ、人んそうですね、個人住宅、<laughs> 人んち になります。<laughs> なるほど。はい。これは結構古いお宅をじゃあリノベーションされたということですね。はい、そうですね。約築三十年ぐらいのお家なんですけれども、はい。なるほど。はい、なんかこのリノベーションにあたって今回のテーマみたいなものあったんですか、うん。そうですね。テーマがですね、ご夫婦ともにちょっとかっこいい感じとかがすごい好きなので、うんうん、はい。キッチンも古材を使ったり、うん、あの古い木。うん、あ。 はいはいもともと使われてた、はい、そうなんです、はい、はいはいはい材料とかですね古材を使ったりとかうん、うん、ちょっとコンクリートが剥き出しな感じがいいとかうーんはいおしゃれですねそうなんですあと鉄とか工業系っていうんですか工場っぽい感じをはい、はいはい ちょっとじ再現したいとかね<ー>すごく面白かったです随分こだわりあるリノベーションになったようですね、うん、そうですねもう本当に全体的な色味だったりとか、うん、間取りもそうなんですけれども、うん、すごくもう気に入ってもう引き渡ししたくないぐらい気に入ってます <laughs>、うん、自分の手のものにしたいというもうすごく愛着が <laughs> <あ>はい やっぱこの現場に携わると、まあそのまあ、結構長い期間ありますから、うんはい、思い入れっていうのは入っていくんですけどだいいぶ入入ってます思れあのリノベーションの利点っていうかいいところとしてですね、うん、えと今まで住んでた家がそのまま場所も変わらず住めるっていうこともそうなんですけどやっぱりこの自分の思い通りのデザインを形にできるっていうのが。うんうんはい 一つあると思いますすけどそう,そうですねやっぱりどうしても変えられない壁を壊せないとかあると思うんですけどそれをどう生かすかって考えるのがすごく楽しくて。うんうん、いやーあの本、ー、当なんかな,なんていうんですかね模様替えって。 っていう概念じゃなくて、うん、もう本当になすと壁だかなんだか窓だか窓りだかも全部取っ払って、うんはい、また新しいものを作っていくっていう、うん、なんか楽しさみたいなのもやっぱりありますか。あります。はい、すごくそこはあります。楽しみですね。ねいいですね。うん、さあそんな、えー、完成見学会が今月の十五、十六、十七日三日間あるということですが、はい、ま,すまあ詳しい場所とお問い合わせ先など教えてください。はい、えっと場所の方はあの予約制の見学会になりますので 所はあのご予約いただいた後に追っててご連絡しておりますなっと今回、時間が、うんまあ、10時から夕方の5時までということで、はい、結構長く取られておりますけれども、はい、しかも、その中で、えー、この3日間の中で15、16、まあ、土曜日、日曜日に当たりますが、はい、その2日間は、えー、と出張相談会があるということで、うんはい、鹿児島銀行さんの出張相談会を、まあ、開催しようということで。うん 例えば住宅ローンどんな商品があるのとかちょっとわからないこととか気軽に聞け,、はい、聞けるような見学会相談会になればいいなと思っていますなるほどあの、うん、いろいろとそのリノベーション等々のことについても、うんはい、やっぱり予算がっていう問題、まあうん、皆さん頭にあると思いますが、うんはい、そういったのを相談しながら実際の現場も見学できるという会になっているわけですね。はいうん いいですね、まあ、今回はその17日が、えー、祝日にあたってますので日間とということですねしかもですね、えー、今回その15、16、17日の、はいえー、3日間の中で、はいえー、16、はい、日曜日と17月曜日に関しては、まあ、先ほどからお話がありましたお片付け講座ですね。はいはい もうなんか今回の見学会にいろいろイベントを企画して盛り込んじゃっていっぱいいっぱいなんですけ本当ですね盛りだくさんいます, <laughs> そですまあ要するにいいですけど、はい、はい。しかもあの気になるのが、うんえー、今回は片付け＆ゆる収納講座ということで。はい。ね、ええー、いただいておりますけれども、うん、どういうことでしょうか。今回のこのセッさんに合わせてなんですけれども結構あのゆるい 収納がいいっていうのをずっとおっしゃってて、はいはい、じゃあこういう感じにしようかとかってこの。 リノベーションの中でも、うん、じゃあ扉をつけないでおこう思い切ってとかいろいろこの工夫<ー>施主さんの工夫も入ってる中でこの家ならではのっていうようなお話もできればなと、うん、まだ講座考えてる段階なんですけどまだ時間あるんで大事、はい、頑張りなす。<laughs> いいですねじゃあその、まあ、リノベーションの現場ならではの、はい、そういった講座の内容になるということですね。そうですねはい いいですね実際の現場見ながらですね。見ながらって私も初めてなので。いいですよねなかなかこうリノベーションという言葉があが皆さんに馴染んできたなというお話もさせていただきながら現場はこうですよ、うん、実際にこう片付け収納等々はこうですよとか、はいね、またそのリノベーションを考えている皆さんには今回、相談会もあるということですから、はい、そうですね。 まあその9月の15、16、17日に足を運んでいただければ、はい、もうなんか現場でまとめて解決できるような気がしますね。はい、はい、ぜひぜひ、はあ。楽しみです。さあ、えー、今日はですね、そんなラフィットのカデカルさんをお迎えして、えー、こちらのコーナー行ってみたいと思います。これやらないとなんですよ。はい、どうぞどうぞお願いします。ちょっと時間ないんで駆け足になりますけれども、はい,はい、昼からランキング。 昼からランキングこの時間は誰かに話したくなるような様々なランキングをご紹介していくコーナーです今週のランキングはですね、えー、こちらです甘くないスイカの美味しい食べ方ランキングでございます。どうですか、はい、スイカ買いますかもらいますなかなか消費できなくて<え>はい 1>, 1個買ってもって感じはしますよね、はい でまあ、いただきもののスイカだったり子供たちがどうしてもっていうんで奮発して丸々1個買ってみても値段そこそこするじゃないですかそうですよねせっかく買ったスイカが甘くない時、はい、これちょっともったいないなという、はい、えー、今日はです、ね、そんな甘くないスイカの美味しい食べ方を、うん、え皆さんに、えー、ランキング形式でご紹介していきたいと思います、えー、まさかやっていうのもあるんですけど。うん うんうん知りたいじゃあまず第5位から第5位 <Number five. S 1>、えー、スイカに塩をかけると甘みが増す、はい、第4位いきます <laughs> <Number four. S 1> 完全にさっきのはの5位を埋めるためにもう盛り込んだやつ第4位スイカにシナモンええー 意外、はい、スイカに含まれるシトルリンというアミノ酸とシナモンの組み合わせが、えー、むくみの解消にも効果的ですということでございます<ー>、えー、僕シナモン食べれないんで本当ですか第3位いきたいと思いますう, <laughs> うわ、シナモンなんてこの世からなくなってしまえばいいのにと思ってるぐらいですからスイカにクマモンクマモンではないですシナモンスイカにちょっと何言ってるか言よくわかんないです <laughs> はい <laughs> 第三位、えー、スイカにレモン、えー、小さじ一杯のレモン汁と大さじ一杯の蜂蜜を混ぜ合わせた蜂蜜レモンをシロップ状にしてスイカにかけると、えー、うまいですということですねまあ要はもういろんなもんかけてみろっつう話なるほどなるほどどうですかスイカに塩とかかけますかかけないですそのままいきますよね大体ねいきます、うん スイカにクマモンについて一言いただいていいですか、えー、はいシュプリームさん一言お願いします <laughs> 振りやがった 2> <laughs> 第2位 <laughs>、はいえー、第2スイカのかき氷、えー、カットしたスイカを凍らせて家庭用のかき氷機で削って練乳をかけて食べましょうということです あの生のフルーツを凍らせてかき氷にするっていう発想いかがですかあでも面白いなって思うんですけどはい、はい、スイカに練乳がちょっとわからんないか,かき氷にすることで練乳かけとけっつう話なのかわからないです、うん、なるほど、はい、スイカにまもに一言い言頂いてよろしいですかはい、はい、<laughs> 第一位いきたいと思いますナンバーワン これは第1位だけはちょっとマジに行きたいなと思ってまして今週はですね甘くないスイカの美味しい食べ方ランキング第1位ですねまずスイカをか一口大にカットしまして、えー、特に甘くないスイカの部分を下にしてタッパーにつめ詰めます、はい、で甘い部分は上にして でそこにガムシロップを1個スイカにかけまして一晩冷蔵庫で眠らせてくださいということですそうすると甘さが増して、えー、甘くないスイカでも美味しく食べられますということですねだからあのちょっと切って食べてみて、うん、美味しくねえなこのスイカと思ったらもう切り刻んでタッパーに入れてシロップかけて一晩寝かすと美味しいスイカに生まれ変わりますよというお話でございました、はい えー、完全に追加にくまもに持っていかれてますんで、締めたいと思います,、ね、いす。ありがとうございます。以上昼からランキングのコーナーでした。<laughs> はい。あの、ツイキャスのコメントで活かされてる気がします、ねはい。なるほど、もう。見ないように今て、今。見ないように。見ないようにして。はい。それもどう、どうかと思いますけど。<laughs> はいさあ、えー、今日はですね、えー、有限会社徳丸工業ラフィットより、えー、カテカルさんが。 ゲストでお越しいただいておりますけれども、はい、さあ、片倉さん、もうあっという間のお時間ですが、はい、改めて、えー、リノベーション完成見学会、はい、日時、またいろいろ、とうとう教えてください。はいえー、名護市牧屋で9月15、16、17日、3日間開催されます、時間が10時から5時までになっていまして、お電話でも見学会受付は可能なんですが、お電話いただいた後に担当者よりおってご連絡いたします。そのの際に詳細をお伝えしますので ぜひお問い合わせください。はい。9月の15、16、17日の今回3日間ある中で、はい。はい、ええー、しかも15、16に関しては、えー、鹿児島銀行の出店 調相談会、はい、そして十六、十七日の二日間は、えー、片付け講座＆ゆる収納講座ということで風からさんが講師で、はいえー、行われるということですね。はい、あのー、まあ定数もあるようですので詳しくは、えーはい、ラフィットお問い合わせください。電話番号を教えてください。はい、零九八九七四零九六七になります。 はい。えー、またフェイスブック、ライン等々でもあ,、はい、あのお問い合わせいただけるということですので、はい、詳しくはぜひぜひラフィットで検索してみてくださいね。はい、いさあカデカラさんもう改めてえ一ヶ月ぶりでしたけれども、はい、今週いかがでしたか、はい。もう今週もバタ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 してて見学会に向けて。 お忙しいタイミングだったと思いますけれども。いえ,いえ毎毎週毎月、はい、ありがとうございます。いえいえまたあの見学会の前には番組から、はいえー、お知らせさせていただきますんで。はいはい、よろしくお願いします。また来月もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ本日のゲスト、えー、有限会社とコマツ工業ラフィット勝原さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ昼からイブニングまた来週です。<laughs> この締め方が <laughs> 雑な締め方。